姉さん、こっちだ。あれ頑丈そうに見える？大丈夫だろおい、これかなり気をつけろよ。下見ろよ、古い海賊船みたいだ。期待できそうだな、かなりね。あ、くそ。気をつけるんじゃなかったっけ。どうも。よし、大丈夫、大丈夫。今、洞窟に向かってる。洞窟？ああ、ちょっと通信が切れるけど、心配すんな。あいよ、お迎えの準備でもしとくぜ。わかった。またな。やったな、遠回りだけど。んじゃ、エイブリーのお宝見に行くか。ジョアラインの奴ら、洞窟のそばにいたよな。ああ、でも中には入ってないみたいだ。来い、こっちだ。朝食べ過ぎないでよかった。不気味なディスマスの像。よし、石の階段。よし、これどう見ても海賊の洞窟だよな。おっと、ドアか。どう見てもそうだな。な、見ろよ。ぬめっとしてる。取ってみたいのがあるな。じゃあちょっと引っ張ってみろ。は？罠取ったろ。もう手は入れてんだし、今さら何言ってんだ。ああ、腕がなくなったら。フックをつけてやるよ。ほら引けよ。フックね。よし、引くぞ。どうも。これはこれは興味深い装飾だな。資格ある者には楽園が待っている。資格なき者には残酷な運命か。エイブリーは詩人よりも海賊に向いてるな。
これエイブリーじゃない。なんだ。見ろ、ロードアイランドの海賊トーマス・テュー。そんなはずないだろ。これはテューの印だけど、奴はエイブリーと艦隊を襲って死んだ。ああ、資料ではそうなってたっけな。もしこれがテューの印なら、エイブリーの財宝とのつながりは何だ。いい質問だ。なんかこいつら誰なんだ。多分しくじったやつらだろう。エイブリーかテューの脅しなんじゃないか。こういうのには慣れっこなんだよな。だな。あの橋、なんかヤバそうだな。崩れちゃないだろ。振動しねえぞ。おう、大丈夫だ、来い。どう見ても適当に作られてんだろう。平気だって、海賊船だぞ。ヤバそう。靴の中に石が残ってるってのに。待った、やばい。俺これもうプロじゃない。で、テューはこの場所をエイブリーと作ったのか。理解できない。ああ、俺もだ。宝を隠したいはずなのに他のやつを巻き込むなんて。まあ仲間だと思ってたのかもな。それでディスマスの十字架も送ったのかも。ああ、でテューが宝を持ち逃げした。まさかそんな。まあすぐに答えがわかるさ。まああっちには戻れないな。まあ落とし穴に落ちたってわけでもないし。これすげえな。すごいかも。スイッチがあったぞ。よし、そんじゃこいつの手を取るぞ。おう、はいはい。これっていわゆるテスト。知る。で、こいつは失敗したのに。そりゃ避けたいな。下に何かあるぞ。あれはバケツだな。なるほど。で、ふっ。どうする？入れたぞ。よし、渡してくれ。あのでかい歯車に戻してみる。なんとなく分かってきたぞ。十字架と関係ある？ああ、多分これはキリストと
ディスマスとゲスタスを表してるんじゃないか。じゃあ白い十字架がディスマスだな。なら黒のはゲスタスだ。どうだ。おい、スイッチを引いてみろ。オーケー。おい姉さん、平気なんだろうな。あ、のつもり。十字架は正しい位置にあるはずだろう。ってことはバケツじゃないか。上の方に光が見えるな。レイさん、バケツを置いたときに上で何か動いたぞ。近くのドアが繋がってるってことか。よし、じゃあ上のバケツは OK。 そのままだ。これでいいはずだ。やってみるか。ほんじゃ、サムがスイッチ引くの？いやいや、そんな、その楽しみはお前に譲ってやるよ。姉さん見ろ、正解だな。生きてる。罠のことならお姉さんドレイクにお任せ。で、今のやつがテストなら一体何を試すつもりだったんだ。水汲か。ディスマスを知ってるかだろう。エイブリーと仲間たちが大好きだったみたいだからな。簡単なテストだな。これだけじゃないのかも。よし、あの崩れた橋まで行けってことか。来いよ、あげてやる。行くよ。ああ、いいものを見つけたぞ。これであそこの崖の出っ張りまで行けるだろう。さすが。ここだ、レイさん。ついてこい。you
に行けないもんかね。橋が崩れてなかったらもっと楽に行けたんだろうけどな。数百年遅かったみたいだな。さて何があるかな。天井が低いぞ、気をつけ。いて。ああ、そっちがな。うるさい。こっちだ。ここ通るか。光が見えるぞ。